こんにちは。今回は作ったものをご紹介していこうと思います。最近ずっと作ったものをご紹介していってるんですけど、結構はみ上がりました。で、こちらはね、ずっとお伝えしてた靴下なんですけど、これはね、もうちょっと長さでいこうと思ってたんですけど、ちょっと飽きちゃって いろんなものを仕上げていってて、で、一番最後にはみ上がったんですけど、ここで強制的に終わらしたって感じなんですけど、結構ね、このショートでもめちゃめちゃ履いてみて可愛かったんで、結果良かったなと思ったんですけど、これはね、ずっと最初からずっとこの同じ柄っていうかね、こういう風に編んできたので、やりすぎて もうちょっとの間いいかなっていう感じではあるんですけど、私、この二つは、履き口からずっと進めてくるタイプなんですけど、両方やってみて、この二足しかまだ、もう一足かな？三足しかまだ履き口から編んでいってないんですけど、三足編んでみて、つま先から編んでいった方が私は性格的にはいいかなと思いました。ずっと履き口から編んできて、ここで飽きてもね、何て言うのかな、終われないじゃないですか。つま先が泣いちゃうから。だからね、こう編んできて、ここまではね、結構気持ちが持つんですよ。で、ここから、ちょっと丈があったら、それなりに履けるし、そんな感じで、ここからずっと編んでくる方が、性格的には合うかなと思いますね。結構ね、飽き性っていうかなんですよね。なので、一つの作品をずっと最初から最後まで、続けて編むんではなくて、これを編みながら他のことをして、他のも、3個、4個ぐらい掛け持ちっていうかして、全部進めてくるんですね、私。それでも飽きちゃったんで だからね、つま先からずっと編んできて、こういう感じの進み方の方が合ってるかなって思いました。これもね、その柄を、つま先を今まで通り編んで、で、柄をこの柄にして、で、進めてくることもできると思うんで、この編み方もめっちゃ面白かったんですけど、最初から最後までこの柄をずっと裏も編んできて、編んでるんですけど、これがやっとできましたっていう感じで。履いてみると、こんな感じでなんですけどね。こんな感じでちょっと広がる感じで。これもめちゃめちゃ可愛いので、だいぶ使えるかなっていう。でね、洗濯でガサガサ、回してもいけると思うので、こうやって一応ね、裏返しにして、で、洗濯して、だいぶ履いていこうかなと思っています。結構しっかりしてますよね。パール系と。裏はこんな感じで。裏も可愛いんですけどね。裏も使えるっちゃ使えるんですけど。どうかな。表が、もしかしたら、毛糸、毛玉できるようやったら、こっちで履いてもいいかなっていう感じで。使えますよね。糸はね、ちょっと長めにカットしてるんで、こういうところは目立つんで、もし履くようやったら、これを、この反対側に持っていってっていう感じで、使えるところまで使っていこうかなと思います。これが一足出来上がって、で、これとね、これは、またいつもの本、こちらの本から、この柄と、この柄、編み込みとかね、いろんな、作品が編めるので、すごくこの本お得だなと思いました、私は。こういう、なんていうんかな、アラン模様的なポコポコした柄も編めるし、こんな。で、こういう編み込みの柄とかも、色の組み合わせとかもめちゃめちゃ可愛いし、この本はめちゃめちゃ買ってよかったなと思いますね。結構この本から、つま先から編んで柄を取って、前も編んだことあるし、めっちゃ面白いなと思って。で、この柄だけで全部編んでも可愛いし、結構なんか融通が利くっていうか、こういうのとかもね、いろいろ使えるなと思いました。ね、可愛いですよね、色の組み合わせも。こんな感じで、こちらのね、
柄もちょっと挑戦したいなと思ったんですけど、まあ、色の組み合わせをちょっと考えてまた編むかもしれないですけどね。めっちゃ可愛いですよね、これ。で、これは、この、まあ、全部ね、同時編みで編んでますね。これも同時編みで。まあ、割とね、つま先からこう編んでいくタイプは、この両端はこう決まってて、まあ、ぐるぐる編んでいくだけなので簡単なんですけど、こちらはレシピ通り編むと、前もお伝えしたんですけど、この後ろから始まってぐるっと、この、同時編みするとこういう感じになるんで、ちょっとそういうところではややこしかったりするんだと思うんですけど、まあ結構ね、勝手に変換して編み進めてきた感じなんで、まあ、でも私の中ではこう一回できたんで、この柄じゃなかったかな、前の柄、まあ前に編んだんかな、前にも同時編みでこの本から、選んで編んだと思うんですけど、ぐるーっとね、前なんか花の柄ですよね。こちらの柄で同じように変換してこういう感じで同時編みで進めてきて、で今回もできたんで、まあ、いけるなーっていう感じでこの本はね結構そういう感じで進めてきてるんで、まあ、そもそもね輪針でおすすめされてなくて、なんだろうな、普通のこういう感じの棒で編むように目数とかも計算されてるんですけど、私は輪針で同時編みで進めてきています。これも面白かったですけどね、またつま先から進めていくのが、まあ、飽きてきたらっていうか、また履き口から進めるようにいろいろ自分が飽きたらこっちっていうもう一つの選択肢としてできたので良かったかなと思います。まあ、このかかとも、これも同じかなと思ったんですけど、ちょっと違う感じで、これも面白かったですね。まあ、柄はもちろん違うんですけど、かかとはね、こっちは面白くて、こんな感じで、ここと、ここと、ここにちょっと、なんだろうな、こういう、まあ、これはね、裏編みになってて、表表で、こういう線ができて、こちらとちょっと違うんですよね。まあいろんなね、仕上げ方がこの本にも載っていて、面白いなって思いました。ね、面白いですよね。でね、これちょっと履いてみたら、めっちゃ大きかったですよね。もう柄ね、めっちゃ可愛くって、こんな感じ全体に入ってるんですけど、このね、この細い方の柄だけで全部しても可愛いと思うし、これがね、2本 ?3 本 ?4 本か。こんな感じで、ところどこに入ってるのも可愛かったんですけど、これを全部にしても可愛いと思うし、これもいろいろ変えれるなぁと思いました。でね、こう履くと、結構ね、ここは太くなっちゃって、で、このつま先はね、強制的に終わらせたんですよ。なんか本通りにやってるつもりで、なんかずっと編んできたんですけど、なんかね、本通りにしてるつもりが、なんか終わる気配がないなと思って、で、ずっとその、私の理解で進めていくと、だいぶもっと編むことになってたんですよね。だから違うなと思って、だから多分ここで間違えたと思うんですよ。なんだろうな、取り方が間違えたのか。だから、全体的にここから太いんで、多分ここで間違えてるんですね。ここの取り方かなちょっと。どこは間違えたのかまだ分かってないんですけど、だからここで間違えて、この目数が増えたまんまここまで来て、なので、ちょっとね、ポコポコしたつま先にはなってるんですけど、だからかなりね、ぶっかぶかした感じで、ここだけは、ここはね、普通に履けるんですけど、ここはかなりぶかぶかした感じで履くようにはなるんですけど、まあ履けないことはないんで、で、こういう終わり方で紹介されてなかったと思うんですけど、まあ、強制的に、まあ、この終わり方と同じようにグッと締めて終わりました。だから写真に載ってるのとね、つま先が全然違った感じで、まあ、間違えてやってるんで、まあ、そりゃそうなんですけど。まあ、でも、これも、この素材もすごくいいし、可愛いので履いていこうかなと思います。この糸は何を使ったかというと、こちら使ってるんですけど、ちなみにこの2つ、セットで編んで、
まあ、一玉これぐらい残りました。で、オパールケイトとね、まあ、オパールケイトでこういう、こういった色を探してたんですけど、まあ、あんまりそういうこの自然な感じの色がなくて、で、こちら買ったんですよ。こちら、レギアっていう糸で、で、4本より、100g、420m 入っていて、で、ちょっと見えなかったので調べたら、スーパーウォッシュオイル 75%、ポリアミド、ナイロンですね、25% ですね、成分、素材としては。これを使いました。で、まあこれぐらい残って、まあこの糸はね、結構良かったなと思います。まあちょっとギシギシ感はあるのかなと思ったんですけど、オパールケイトと比べてちょっと安めだし、まあ自然な感じの色が結構、他にもあって、これちょっと一玉測ってみたんですけど、すごく編みやすかったし、まあこれからちょっと買ってみようかなと思いました。で、こういった柄を編むのに、結構しっかり柄も吹いて見えてこう綺麗に編めたので、他の色もちょっと試してみたいなと思いましたね。こんな感じでめっちゃ可愛い。これを2つ目かな、作ったの2つ目で、お次はこちら。こちらの糸は何を使ったかというと、このショッキングピンクっていうかな、こちらがカメレオンカメラのカラーナンバー112ですね。あ、さっきのカラーナンバー。このカラーナンバーは02070ですね。こちらの糸。で、こちらは、ショッキングピンクは、カラーナンバー112です。これが、スーパーワッシュオイル 75%、ナイロン 25%、100g 420m 入っています。で、棒針が3号なんですけど、私靴下全部、あ、これはね、3号で編んでますね。ちょっとゆったり編みたいなと思って。なんかね、ギスギスになるかなと思うので、こういう編み込みのは、ちょっと3号でちょっとゆったりめに編んでみようと思って。結構ね、ゆったり履けたし、多分ね、0号だと私の編み加減では結構きつくなると思うんで、思ったんで、3号にしてちょうど良かったかなと思います。まあ、このこちらもね、3号で編みました。で、普通のこういった、まあ、これもね、この伸びるんで、まあ、いけるかなと思って、こういったのは全部0号で編んでいます。まあ、それもね、コメントで何号で編んでますかっていうのがあったんで、まあ、その時によってちょっと変えたりするんですけど、これは3号で、で、こちらの糸を使って、で、この段染めの三角の糸は、これは、ユサワで購入しているフリーソックデザインっていう糸を使っています。これが色番82448。これもね、結構前に買ったと思うんですよ。これが、スーパーウォッシュオイル 45%、ナイロン 25%、抗菌アクリル 30%、100g 420m 入っています。バギーバリーが、棒針か。棒針が3号か4号です。こんな感じの使っています。で、この白が、これもね、カメレオンカメラの、これ新しいんですけど、ちょっと残っていたので、そちらの白を使って同じなんで、これがカラーナンバー101ですね。入ったので、同じです。100g 420m。これを使っています。これもね、まあ、色の、まあ、今回はね、色の組み合わせ良かったかなと思います。まあ、まとまったかなと思うんですよね。このピンクはね、やっぱり使い切りたい。あれ。まあ、赤も使い切りたいし、ちょっとね、この、まあ、考えないで買ったんで、まあ、一玉ずつね、このショッキングピンクと赤を買ったんで、まあ、赤とショッピングやって、ショッキングピンクをね、ボーダーでしても可愛いと思うし、まあ、なんせね、ちょっと使い切りたいなと思って。まあ、今はね、ちょっと使い切りたい、糸を中心に、組み合わせ考えているから、ちょっとね、組み合わせ間違えたりすることもあるんですけど。まあ、ちょっとね、今持ってる糸をね、全部、使ってしまいたいんですよね。
っていうのもね、やっぱり新しくまた糸をお迎えしたいなっていうのもあって、で次はねこちら、こちらはね、あのユセの服を作ってみました諦めきれなくて、で今回ねこの下から始めてみました。まあ、前回だいぶ前にはなるんですけど、首のところからこう広げて、でこの下の方に進めてきてたんですけど、まあ、ちょっとね難しかったなと思って、で今回はまあ普通はこの何て言うかな、背の方とこの内側の方を別々に編んでつなげるタイプが紹介されると思うんですけど、まあね、そのつなげるのがめんどくさいなと思って、だからねここからぐるぐる編んでいって、この内側のところであの欲しい幅をこう足して、ここで目を増やして、でずっと編んできて、でどうしたかな、ここで一回こちら側を休ませたんですよ。休ませて、でここでずっとねあのメディアス編みで編んできて、でここでまたつなげて編みたかったので、ここで休ませて、で休ませた糸をまた取って、ずっとこの内側を編んできて、でここでつなげて、でぐるぐるまた編んできて、でこの外側のところで狭めて、でこの内側のところは同じ目数にずっと来ました。まあ、その図はねちょくちょく着せながらすごい嫌がるんですけど、着せながらあの編んできたので、本当にぴったりのサイズになりました。まあ、一応写真を載せておこうと思うんですけど、まあ、どうしてもねこのここはねクシュクシュってあのなんだろうな、来た時にここの長さを欲しいんですけど、ここはあの長さをこう狭めたくて、まあ、そういうところが課題として残ったかなと思うんですけど、もうちょっとねこうスッキリさせたいんですよ、この背中のところ。まあ難しいですよね、ワンちゃんの体型って。まあこれはね一つこのまあ自分のワンちゃんにユズに合ったぴったりしたサイズが一つ作れたので、まあかぎ針編みでも作れるかなって思って、まあそういう感じで作りました。でこの糸はこちらも持ってた糸、フリーソックキャンディーっていう糸、これユーザーウェイで購入しましたね。スーパーオシュール 60%、 アクリル 40%、 100g 380m 入っています。で棒針3号なんですけど、これは5号で中からと外から取って2本取りで5号で編みました。で色番が D72-03 入ったのを使っています。まあね、でこれだけ編んで、まあ半分、まあ3分の1ぐらい余ったのかな、まあグラムも測ればいいんですけど、ちょっと測ってないんですけど、だいたい3分の1ぐらい残ったかなと思います。まあもう1着は作れないと思うんですけど、まあ、もうちょっとここのねあの丈を狭めたら、こう長くしなかったら作れるのかなと思うんですけど、まあ作る場合はこう上から編んで、まあ、ここは絶対いるんで、まあ作ろうかなとかね。で間にちょっと色単色を入れたら、まあ、この糸も使い切れるかなとかいろいろ考えてるんですけど、まあ、残った糸何に使おうっていうのはちょっとあれですよね。まあグラムもこう測っていくと、計算とかもできやすいと思うんですけど、結構めんどくさくてだからこれはねちょっと、まあ、置いて、一応置いといて、まあ、なんか時が来たらまた使おうかなって思っています。まあ服としてもね使えますよね、あったかそうやったし。これをまた作って、で糸処理はねちょっと済ませたんですけど、まあちょっと残ってるので、糸処理も済ませて、あ、それでね、この袖もちょっとゴム編みで、後でつけようと思うので、まあもうちょっと使おうかなと思うんですよね。こんな感じで、ここも両方ゴム編みで、まあそれはまたご紹介しようかなと思います。なんか途中ですね、これ。一応ね、この形ができるかできないかっていうところで、まあしてきたのでちょっとできたっていう報告をした感じにはなってるんですけど、
やっぱりね、それつけた方が可愛いかな。で、つけないにしても、なんかここで、このままだと、まあ、ちょっとだらしない感じに見えるんで、まあ、なんか施そうかなとは思っているんですけど、まあ、ちょっと考え中って感じですね。まあ、こういった、一目ゴム編みしてるんですけど、ここと、裾の方。まあ、こういった感じにつけようかなって今のところは思ってるんですよ。まあ、全部ここもしてるし、バランスも合うんで、な感じで、この服も、まあいろんな、まあ私ね、この自分のセーター編むって言って、まあ一つ完成させてるんですけど、まあね、セーター今まで着なかったなと思って。だからね、今回編み上げていっぱい着るって言ってたんですけど、可愛いからね、着ようと思うんですけど、違う服を選んでて、着るのに。だからね、今まで編まなかったには理由があったんですよね。やっぱかぎ針でも作ろうと思ったら作れてたんですけど、まあ作らないのはやっぱ着ないからなんですよね。だからね、ゆずのセーターは、こう結構、こうやって作っていこうかなと思ってるんですけど、まあ自分のセーターも作らないかなって今のところは思います。まあでも人間ちょっと、いろいろ考えが変わっていくから、もしかしたら、いつか作るタイミングが来るのかもしれないんですけど、まあ作るのはね、めちゃめちゃ楽しいんですけど、まあ今のところはね、このゆずのセーターで、ちょっといろいろ柄をこう、なんていうのかな、アラン模様とかこういうのも作ったら可愛いなとかね、形が決まったんで、まあ、作って楽しもうかなって思っています。だからあれもね、どうしようかなと思って着ないんで、なんかね、結構作業していると、まあ暑くなるんで、セーターとか避けてきたんですよね。だからね、めっちゃ可愛く出来上がったんですけど、まあそれもどうしようかと今ちょっと考えてるんですよ。だからね、一応、まあ、譲ろうと思っても、相手がね、なんかいらないって言ったらそれまでなんで、だからね、そういうのもちょっといろいろ考えていって、で、三角ショールもね、すごい、いろいろ時間をかけて、作り上げたんですけど、三角ショールもね、何回か使ってみたんですけど、やっぱり今まで使ってなかったには理由があったんですよね。だから、かぎ針でも三角ショールいっぱい作ってるんですけど、なんか自分では、なんかそんなに、求めてなかったんだなと思って、だから、ちょっと、お譲りしようかなと考えています。で、こちらはね、まだ、ちょっとね、糸始末残ってるんですけど、ちょっと糸始末、ちょっとずつ済ませていってて、形が出来上がったのでご紹介しようと思います。これもね、ブリティッシュ編みで、いつもの、この色の入り方がめちゃめちゃ好きで、私、こんな感じで、めっちゃ可愛いですよね。これはね、セリアで購入している、ニューメランジアクリル。こちらの糸のカラーナンバー11番とカラーナンバー13番。濃い方が13番。で、この薄いグレーが11番。こちらを使っています。アクリル 100%、35g、59m 入っています。かぎ針が8号から10号です。入ったのを使っています。で、二玉ずつ使って、これぐらい残っています。でもね、肌触りがすごくいいので、まあ、首の周り持っていっても、まあ、チクチクしなくていいかなと思います。結構ね、まあ、いつもと同じサイズぐらいで作ったんですけど、まあ、クシュクシュして、結構ボリュームがある感じで、まあ、そんなにね、首の周りグッとフィットする感じではなくって、ゆったり、ふわっと、ボリュームがある感じの出来上がりになっています。で、反対側、裏側へ進みすると、こちらね、ちょっと糸始末まだ終わってないんですけど、こんな感じで、雰囲気がね、変わって、面白いんで。これもね、何枚作ったかな？今のところ5枚目ぐらいかな？作ったんですけど、めっちゃ可愛いです。ちょっとサイズを測っていきます。大体にはなるんですけど、自然に置いた状態で、輪っかの状態で測ると、26.5 センチぐらい。この場合なので、
これ27センチかな。27センチぐらいですね。なので倍なので54センチぐらい。で、この深さ、何点か測ると、34センチ。33.5 センチ。まあ、だいたい34センチぐらいですね。34.5。な感じになっています。じゃあ、可愛いですよね。これを作りました。で、またね、で、同じ編み方で、また色を変えて、また進めてきています。で、こちらは、最初の作り目が70目で、で、同じ号数で進めてきたんですけど、12号の棒針で作って、こちらは54目で作り始めました。こちらはね、手触りがふわふわしていて、で、肌触りがめっちゃいいので、結構フィットした感じでも、まあ、いけるかなと思って、54目でちょっとちっちゃめに作っています。で、これがセリアで購入している、ルーン。これのヒーロー版が7番。こちらのピンクが7番で、ポリエステル 100%、25g、48m 入っています。で、棒針が13号から15号。入ったのを使っています。で、この紫の方が、ヒーロー版8番。入ったのを使っています。こんな感じで色が入ります。紫の線とピンクの線。これで進めてきていて、で、もう一つね、取り掛かっているのが、こちら。いろいろ取り掛かってるんですけど。これがね、帽子を作ろうと思っていて、で、110目で始めてるんですね、これ。で、これはどういう風にしてるかっていうと、ねじり目がね、めっちゃ可愛く色が出るな、目が出るなと思うので、まあ、結構気に入って、まあ、いろんなところで使ってるんですけど、裏編み、ねじり目、裏編み、ねじり目で、まあ、交互に入れてきて、こんな、一目ゴム編みみたいな感じで作れるし、まあ、色もね、すごく綺麗に入っていくので、こちらでずっと進めてきました。まあ、糸が細いので、だいぶ時間はかかるんですけど、これはね、ダイソーで購入しているグラデーションウール。こちらを使ってきています。今二つ目つなげたところで、ずっと編んできているんですけど、これがレッドミックスっていうカラーです。毛 100%、30g、73m 入っています。で、棒針が、棒針8号ですね。こちらは5号で編んでいます。で、まあこういう風にずっと進めてきて、ここで繋げてますね。あ、繋げてない。ここで一玉目終わって、で、二玉目がちょっと結び目があったので、まあ一回カットして、で、マジックノットの結び方でグッと締めて、で、ちょっとだけこう余らせて、で、後でなじませようかなっていう感じで、糸繋ぎしています。普通にねじり目するだけで、こんなに可愛くなって。でね、ちょっと最初だけこの柄にして、あとは普通の一目ゴム編みしようと思ったんですよ。そしたらね、なんか比べてみたら、まあこの編み方の方がちょっと分厚さが出るんですね。なので全部この編み方にしようと思って、ここまで全部そういう風にしてきてるんですよ。で、裏の編み地もね、こちらの面と若干違った感じ。こちらは普通の一目ゴム編みみたいな感じに見えて、まあ、両方ね、ちょっと雰囲気が違って、まあ、両方使えるなっていうところでも、この編み方いいなって思って、まあ、普通にね、表編みをするより、ちょっと取るのが時間かかるんで、ちょっとだけ。なので、まあ一緒かな。なんか私はちょっと取りにくいなって思うので、結構時間かかってると思うんですけど、だから、ちょっと時間全体的にかかってるんで、まあ、編みにくいっていうかね、やっぱ、まあそんな感じなので、本当はね、一目ゴム編みの予定で始めたんで、そういう、なんか始めた時より、だいぶね、初めて、なんだろうな、サクッと編むつもりで始めたんですけど、予想外に時間かかってるんで、その点どうかなと思ったんですけど、
でもね、この編むごとにいいなっていう感じでめっちゃ可愛いんですよね。なんか色的には横に色が入ってボーダーになってるんですけど、柄的には縦に入ってるっていう、この感じがまたね可愛いなって思って、時間かけてもね、やっぱり納得いくものを作りたいですよね。ちょっとね、時間かかるわ、納得できないわって言ったらね、やっぱりこの作り上げた後もね、達成感が違うと思うんでなので、時間かかるんですけど、私はこの撮り方、こう普通撮るんですけど、この向こう側を撮るから、ちょっとね、面倒臭さはあるんでここまで編んできてもね、全然慣れなくて、こう向こう側を撮るっていうね。だからあれなんですけど、こんな感じでちょっとずつ進めて、これも完成したらちょっとご紹介しようと思います。今のスヌードと同じよ、スヌードじゃないわ、ネックウォーマー、これと一緒にご紹介しようかなと思います。これもね、可愛く出来上がる予定なので。こんな感じで、いろいろ作っています。小物中心になるかなと思いますね。棒針も。私はこの、やっぱりかぎ針で服を作ってこなかったっていうのは、やっぱそういうことなんだなと思って。作ろうと思ったら作れますよね。全部細編みとかいうのも作れるし、そこに柄をつけるだけっていうか、そういう感じなので、でもそれをやってこなかったっていうのは、やっぱり、自分で着ないからなんですよね、多分。ただね、作るとしてもベストとか、この前ご紹介して作り上げた半袖とか、そういう感じになると思うんですね。面白いんですけどね。なんか今はそう言ってても、5年後10年後はもうめちゃめちゃ作ってたりするかもしれないしそこは分からないんですけど、一つ作り上げてみたんで、高校の時もね、一つセーター作り上げてるんですけど、それ以来ずっと作ってなくて、この前、人生で2つ目セーター作り上げたんで、楽しさは分かったてるんですけど、やっぱり小物作る方が楽しいかな、私はって思いました。いろいろね、好みがありますよね。セーターをいっぱい作りたいみたいな方もいられるやろし、この帽子とかも私はいっぱい作りたいんですよなんか、すぐ達成感が来るからっていうのもあるし、なんだろうな、希少なんですよね、やっぱり、男性。そういうところで、そういうことになってるんだと思うんですけど、こんな感じでね、今回ももうまとまりない感じなんですけど、最後まで見てくださった方ありがとうございます。いろいろ私なりに楽しんで編んでるので、動画としてはね、全然毎日更新できてないし、なんですけど、いろいろね、こういろんな色を使って糸を使って楽しんでいるので、皆さんも編み物楽しんでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。